どうもこんにちは。カネコでございます。ということで、今日なんですけども、大きな市場の方にやってきておりまして、前からね、頼んでいたある魚が入ったということでね、駆けつけてきました。早速、取りに行きましょう。おはようございます。例のものを見せていただいてもよろしいですか？あるよ。あー、うお、いいっすねー。こちらですよ、羅臼さんのオスのマダラですね。オスということは白子が入ってるんですよ。バン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 。じゃあこれを早速家持ち帰って食べていきたいと思います。帰宅ただいま。ということで本日の食材がこちら、よいしょ、マダラっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ではございまして、本日の食材がこちら、羅臼さんのオスのマダラっていうことでね、やっと入りました。いいタラが。この時期なんでね、この魚はやっぱりやっとかないとと思いまして、やってきました。マダラといえば、白子ですよね。で、ほら、これちょっともう見えちゃってるんですけど、入ってますね、白子。こちらのマダラ、だいたい6000円ぐらいしました。鮮度もかなりいいので、上質な白子が入ってると思います。なので今日はこちらのマダラを使って、2品作っていきたいと思います。1品目、マダラの身とマダラの白子を天ぷらに。で、白子で白子ポン酢。こちら2品作っていきたいと思います。そしたら、このお腹、割っていきましょう。さあ、お楽しみですね。いきますよ。で、こう、逆包丁で、できるだけ白子に傷がつかないように、お腹を割っていきます。お。うわぁ、すげえ出てきた。ほら。で、これが肝臓ですね。タラは肝臓を見れば、新しいか新しくないかがわかるんですよ。古いタラはね、肝臓が溶けちゃうんですよ。で、このニガ玉があるんで、ニガ玉はこう、潰さないように取っていきます。めちゃくちゃ綺麗ですね。で、こういう風に渦巻きになってるのがあるじゃないですか。これ全部アニサキスです。いわゆる寄生虫。で、これが胃袋ですね。タラの胃袋は加工すると、居酒屋の定番、チャンジャンになります。で、これが龍門水ってとこかな。で、あと残りのこれ。これが白子。でもな、意外になんて言うんだろう。ちょっと、ひだがちっちゃいな。まあでもこればっかりはね、開けてみないとわからないんで、一応僕保険で白子2つ買ってきてあります。ちなみにワンバッグこれ2000円したんですけど、本当にいい白子っていうのは、ひだが大きいんですよ。こう比べてみても、ね、全然違いがわかりますよね。こっちをね、天ぷらにしていきます。買ってきた方、これを白子ポン酢にします。こちらの白子、まずは取っていきますね。ここにね、膜でくっついてるんですよ。ひらひらを切るんじゃなくて、膜を切るイメージ。はい。こんなに入ってるんですよ。どっさり。全部白子並べてみましょうか。はい。すげえインパクトだな、これ。そしたらこちらの白子、一回ね、ジャバジャバと洗っていきます。で、このひらひらの間にアニサキスがたまにいると。ほとんどはね、肝臓にいるんだけどね。これこんなに汚れが出るんですよ。はい。ざっくり水洗いはできたんですけども、後でちゃんと一回ね、処理しますんでね。はい。そうしたらこちら。大体市販で売られてるタラの切り身っていうのは、鱗取ってないことが実は多いんですよ。でもまあ気になる方は取ってください。この鱗を取っちゃうと、切り身にした時に光沢がなくなるんですよね。なので、見栄えがちょっと悪くなってしまうっていうのがあるから、スーパーとかでは鱗取られてないんだろうなぁと思います。まあでも鱗はこういう風に綺麗に取った方が気持ちいいですよね。はい。このように鱗が取れました。そしたら頭を落としていきます。タラの骨はね、結構硬いです。レバーじゃないと、ちょっと立ち打ちできないですね。頭。はい、そうしましたら3枚におろしていきます。タラはね、ここら辺の腹骨が結構複雑に入ってるんで、普通の3枚おろしだとおろしにくいんですよ。なので、おろし方説明しながらやっていきますね。まず、普通の魚のように、ここに、下に1本入れます。そうしたら、こっち側向けます。で、この状態でおろすんじゃなくて、体を丸めた状態。そうした方が、身がね、反り返るんで、包丁が入れやすいです。で、1本ガイドラインを入れます。この時身がすごい柔らかいんで、ゆっくり入れてください。で、背骨を沿って入れていきます。背骨を感じながらね、スーッと入れていきます。最後の最後、ここまでしっかりと入れます。はい。そしたら、このように包丁が入りました。で、ここがまだ腹骨で繋がってるんですね。でも、ここ包丁でビッてやろうとすると失敗する確率が結構高いので、タラは、ここまで包丁を入れたら、ここで止まるんですよ。尻尾を切って。で、尻尾を掴んで、いきます。ビビビビビッとこう、引っ張ると、腹骨がこっちに残った状態で、綺麗に下ろせるんですね。で、こっち側には、もう腹骨ついてないので、これがタラのフィレですね。はい、これでタラの3枚おろしの完成。背骨に腹骨が綺麗についてくるのでね、腹骨をすく手間も省けるので、このさばき方はね、おすすめですよ。はい、そうしましたらこちらのフィーレ。まだね、黒い膜がついてたら、これ、簡単に取れますんで、取ってください。で、膜が取れたら、切り身状にカットしていきます。包丁の入れ方は、ここが斜めなんで、これに沿って入れていきます。いきます。1、2、3と。で、コツとしては、最初は斜めに入れるんですけど、皮まで来たら立ててあげる。そうすることによって、皮目の切れ口がシャープな切れ口になりますんで、より綺麗な見た目な切り身ができます。で、最後はこういうふうに成形して、こんな感じですね。はい、これでタラの切り身の完成ですね。まあ今日食べる分はこのぐらいでいいっすわ。あとはご近所さんに配りたいと思います。こちらの白子、まだこういうふうに塊になってるんですね。このぐらいのサイズに切っていきます。で、切っていく時の注意事項なんですけども、こういう風にどうしても苦玉の付近にある白子は苦玉の色素みたいなのがね、ついちゃうんですよ。苦玉を潰してなくてもね。で、これはちょっと苦いし、見栄えも悪いので、ここは除去します。そして、一口大にカットするときは、一本の筋が入ってるんですね。で、その筋で繋がってるので、その筋だけを切る感じで断ち切っていきます。ここですね、ここ。この黒いとこ見えますか？これ。これが筋なので、パチンと。切ると、こういう風に一口大になります。これをどんどんやっていきます。で、この切った筋、これはね、取らなくてもいいのって思う方もいると思うんですけど、この筋は筋でまた食感があって美味しいんですよね。で、こっちの買ってきた白子ポン酢用のやつも同様に切っていきます。白子ポン酢は天ぷらよりちょっとちっちゃめに切っていきますね。はい、このようにカット作業が終わりました。で、こっちが白子ポン酢で、まあ、天ぷらはね、まあ、そんなに食べれないんで、このぐらいにしましょう。痛風が怖いので。白子のぬめり取りをやっていきたいと思います。ほんといろんなやり方があるんですけども、僕はボウルとかお椀に塩を入れます。で、水を入れます。あの塩の量に対してこんだけの水。めちゃめちゃ濃い塩水ですね。塩がもうなかなか溶けきれてない飽和状態の食塩を作ります。で、そこに白子を入れて、こういう風に洗っていきます。はい。で、ある程度洗えましたら、水に出していきます。こんな感じで。そしたら、このままだとまだしょっぱいので、これを流水で洗い流します。これで僕の白子の処理は完成ですね。そうしましたら、洗った白子を器に移して、そこにポン酢。刻みネギ。もみじおろし、すだち。はい、これで白子ポン酢の完成。次は天ぷらを作っていきます。タラの実とタラの白子、椎茸、色合いにししとうも。僕はししとうの種も好きなんで、このまま揚げちゃう派です。こちらの白子、まずはあらかじめ天ぷら粉をまぶします。そのまま天ぷらのタレにつけて揚げちゃうと、ベロンって剥がれちゃうんですよ。なので、打ち粉をすることによって、衣がベロンと剥がれるのを防いでいきます。で、粉をこういう風につけていきます。こんな感じ。そしたら、このように打ち粉が終わりましたら、衣を作っていきます。こんな感じですね。そしたら天ぷら粉の中に塩コショウ。これも入れちゃいます。今日は天つゆで食べるんで、そんなに塩コショウ濃くなくてもいいかな。こんなもんでいいでしょう。はい。そうしましたら、まずはタラの実を揚げていきます。ゆっくり。で、カスを取り除いて、で、次にお野菜も揚げていきます。はい、そうしましたら、いよいよこちらの白子を揚げていきます。白子はいっぺんにじゃなくて、一個ずつ丁寧に揚げていきます。白子はね、油の温度が一気に下がっちゃうと思うんでね。でもそんなに揚げなくて大丈夫です。もう半生ぐらい、このぐらいでいいです。こんなもんでいいです。はい、このようにカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。これが白子の天ぷら、上手にできたと思います。そうしたら大根おろしをあったかい天つゆに落として混ぜ混ぜ混ぜ。そうしたらまずはこのやっぱり白子からいただきますよ。天つゆにたっぷりとくぐらせていただきます。うんまっ。この白子が新鮮だからかな、全く臭くない。たまにあるんですよ、なんか苦味のようなえぐみのようなあるね白子があるんですよ。それが一切ない。じゃあ次はこちらタラの身ですね。これもね、鮮度がかなり良かったんで美味しいと思います。あえて厚めに天ぷらにしました。いただきます。うわー、美味しいな。タラは何しても美味しいですからね。で、椎茸の天ぷら、これがね僕好きなんですよね。いただきます。うめえ。次ししとう、いただきます。お、甘いな。ピーマンぐらいうまい。こうしたら次はこちら白子ポン酢、いただきます。もみじおろしとネギを混ぜ混ぜしていただきます。クリーミーだな。口の中に入れた瞬間トロッと。これはお酒が進むやつだわ。はい、ということで今日はこちらの白子の天ぷらと白子ポン酢ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつフリー休館日でございます。はい、こちら8対2ですね。いただきます。個人的に今日の白子の天ぷらめちゃくちゃ上手にできました。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は大きなタラを1匹丸ごとさばいて、中から出てきた白子とでタラの実を使って天ぷらにして食べてみましたけども、最高でした。まさに冬の味覚、今の時期ほんとタラが美味しいので、ぜひ皆さんもね召し上がってください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。